わしの名はアリストテレス、万学の祖と呼ばれておる。さて諸君、味噌、醤油、パンやヨーグルトなど発酵食品の多くは微生物を利用して作られていることを知っておるか？微生物は未だ解明されていないたくさんの能力を秘めておるんじゃ。今回はその未知なる力を日々研究し、新しい食品作りに役立てようとしている人物を紹介するぞ。微生物の一つが麹。麹は米、麦、大豆などの穀物に麹カビといった微生物を繁殖させたものじゃ。この麹について研究しているのが崇城大学生物生命学部応用微生物工学科の三枝典明教授。一体どんな研究をしておるのかな。米麹を作るときに、いろいろな周波数の音波を照射しながら、米麹を作りました。30度 C の、高温層という、機械の中で米麹を培養するんですけども、スピーカーからいろいろな周波数の音波を与えまして、約30度 C で40時間ゆっくりと麹を培養して音波を与え続けながら麹を作っていきます。その結果、1キロヘルツ、6.3キロヘルツ、そして16キロヘルツの周波数を与えた米麹のみ特徴的な米麹ができるということが分かりました。1キロヘルツの周波数を与えた米麹で甘酒を作りますと、非常に抗酸化能の高い甘酒ができるということが分かりまして、将来は生活習慣病の予防効果というものに期待が持たれると思っています。6.3キロヘルツの周波数を与えた米麹で甘酒を作りますと、オリゴ糖が非常に多く含まれる甘酒ができるということが分かりました。この甘酒を用いまして、美肌効果を非常に多く持つ新しい健康飲料を開発しております。16キロヘルツの周波数を与えました米麹で甘酒を作りますと、オリゴペプチドというものが非常に多く含まれているということが分かりました。オリゴペプチドは血圧上昇抑制効果というものを持っておりますので、将来は血圧上昇抑制効果を持つ甘酒というものが開発できるのではないかと期待しております。ふむふむ、いろいろな周波数の音を当てると健康や美肌にも影響するように麹の性質が変わるとはびっくりじゃな。こちらの方はいろいろな植物を原料にしまして、非常に機能性の高い甘味料の開発を研究しています。例えばこちらの方は、みかんの皮、こちらの皮を微生物の酵素で分解して糖に変える。なおかつみかんの皮に含まれている非常に機能性の高い成分を維持させたまま甘味料を作るという研究をしています。その他、人参、そして芋の皮といったいろいろな植物を原料にして、それぞれ植物の機能性を維持させたまま新しい甘味料というものを現在開発しています。それからもう一つの研究は、黒米アントシアニンというものがありまして、そのアントシアニンをベースにいろいろな構造に作り変える、そういう研究をしています。これは土から、見つけましたエンテロバクターアイロゲネスという微生物なんですけども、この微生物が作り出す酵素の働きで黒米アントシアニンの構造を変え、新しい色素が合成されているということが分かりましたので、将来的にはこれを食品に応用したいと考えています。微生物の力によって新しい機能性発酵食品を生み出す可能性は無限大じゃ。まだまだ三枝教授の挑戦は続くようじゃな。今回の研究で、麹に対していろいろな、周波数を持つ音波というものが影響するということが分かりました。このことから、生物に対していろいろな、音波、すなわち振動というものが、麹の性格を変えるということが分かりました。このメカニズムがもし解明できれば、将来的には人間に取って、それぞれの個人個人の人間に取れまして、相性のいい食べ物というものを選ぶことができるかもしれないし、いろいろな病気になった時もその治療としていろいろな食事療法にも発展していくのではないかなと考えています。